こんにちは、ショーです。今回はね、見ての通りこのグラスホッパー、しかもなんかね、まっさらなやつ置いてますけど、まあ、何をしようかっていうとですね、まあタイトルにある通りなんですけど、このね、グラスホッパーのこのボディをね、いじっていこうかなと思って、今回ね、やってみようと思います。っていうのもね、今度ジビサキットさんでね、行われるグラスホッパーのね、この380っていう、カテゴリーね、新しいやつ、それにちょっと参加させてもらおうと思ってですね、車を新たに用意してます。これがね、その今グラスホッパー380用に新しくね、作ったものなんですけど、もうすでにね、ちょっとなんかちらっと違う雰囲気が見えてると思うんですけど、まあね、ボディはね、改造自由、シャーシはね、ノーマルってことで、やっぱりね、みんなボディは結構作り込んでくるんじゃないかなと思ってね、カラーリングとか電飾とかはね、絶対やってくるだろうなということで、私はどうしようかっていうと、こんな感じでね、カラーリングと形状をね、変えようってことで、これまあ簡単にね、プラ板切って貼り付けてるだけなんですけど、さすがにまあこの状態でね、走らせられない、もうねバラバラ多分これ落ちていくんで、これをね、補強を入れていこうと思います。基本的にはね、もうこのロールバーがね、ここについてるんですけど、まあそこにこうプラ板をね、貼り付けていって、こうね、なんとなくキャノピーっていうかね、ルーバー的な、そんな感じにならないかなと思ってね、こんな感じでやってみてます。で、まあさっき言ったようにね、これ強度的にはちょっと全然ほんとね、速乾っていうか、なんだ、タミヤのね、流し込みタイプっていう接着剤でね、とりあえず今こう仮付けしてる状態なんでね、これをまあなんとか補強してやろうということで、これ以前にもね、グラスホッパーの、ボディ編ということでね、割れたボディを直そうという時に使ったこのね、プラリペアですね、これを使ってこのね、継ぎ目の部分、それぞれのね、各プラ板の継ぎ目の部分と、裏側はね、少しこのロールバーの周りに、補強が入れられそうなんで、この辺をね、補強していこうかなと思います。なるべくね、転んでももげないようにしたいなっていうことでね、ちょっとこの辺に、まあ、ちょっと継ぎ目がね、ちっちゃいんで、この辺は V カットを入れながら、プラリペアを持っていってね、成形できるような形に持っていってみようと思います。はい、じゃあね、プラリペアの方をちょっとね、モリモリにしてみました。ちょっと盛りすぎちゃったかなっていう気もしますけど、その辺はまあ削っていけばいいかなということでね、かなりがっちりくっついたんじゃないかなと思います。裏側もね、もう入るところはガンガン入れちゃったんで、どうかな、このサイドのパネルの部分がね、どうなのかなって気はしますけどね、取れるんならこいつかなみたいなね、そんな感じですけどね。とりあえずじゃあこれをね、削って仕上げていきたいと思います。はい、ということでね、研ぎ出しがあらかたなんですけどね、完了しました。これやっぱりちょっと盛りすぎるとね、すんごい硬いですね。もうちょっと簡単に削れるのかなと思ってたら、結構もうダイヤモンドヤスリとかでね、ゴリゴリやんないと取れないぐらいの感じで、一応あらかたダイヤモンドヤスリで仕上げてね、耐水ペーパーのね、800番ぐらいでとりあえずは仕上げてみたんですけどね、どうですかね、まあ、実際塗装してみないとちょっとまたあれですけどね、なんとなくかっちりはこうしてる感じはね、するんですけどね、これがもげたりしないかなっていう気がね、してますけど、まあ、もげちゃった時はね、ほんとごめんなさいって感じなんですけど、でこれでね、実は私の思い描いてるね、形にもうちょっと届いてないんですね。で、何をするかというとですね、このスリット、ここにね、ルーバーをつけてやろうっていうことで、このタミヤさんのね、1ミリプラ板、
これを切り出しながら、ここにねちょこっとだけこうねそれぞれにルーバーをつけていくっていうことで、どうなっちゃうのかね分かりませんけどね、ちょっと面倒くさいしそれ取れちゃうんじゃないのっていう気もねほんとしてますけど、まあねなんかかっこよくね仕上げたいかなっていうことでね、そこまでやってみようかなと思っています。ということでね、ルーバーチャレンジしてみます。ちょっとね出来がかなり荒削りな感じなんですけどね、こんな感じですね。できてまだこれ出来上がってないんですけどね、どうですかねこんな感じ、ちょっと立体的になったからなんかいいかなっていう気もするんだけどな、もうちょっとルーバー長い方が良かったかなとかいろいろ思いますけどね。だいぶ立体的になったでしょ。この後はね今までと同じようにやっぱりちょっとねプラリペアで補強を少し入れてやって、また削っていくようなね同じ作業になるんで、今回お見せするのはねここまでですね。こいつが完成するのは例のね380仕様、あれをねシェイクダウンする時かな、シェイクダウンってほどのことじゃないけど走らせる時の動画でこのボディもね、お披露目しようかなというふうに思います。カラーリングもねこんな風になっちゃったらやっぱりあのカラーリングかなとかね思ってる方いらっしゃるかもしれませんけどね、あのカラーリングにはなりません、はい、やってる方もいるんでね、ここはね私らしく、私のねカラーリングでいこうかなというふうに思ってます。ということでね、また長くなりましたけどね、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。この動画がね、面白いなと思ったら、いいね、チャンネル登録よろしくお願いします。では、ありがとうございました。